新横浜今を撮っていきましょう。飲食店が結構入ってる。キュービッククラブ新横浜、うん、新横浜駅の駅ビルです。ここが繋がるとこであろう場所ですか？あ、これよく拡大してみるともう分かるんじゃないですか？改札か駅エレベーター、相鉄横浜新横浜線、ここからもう乗り換えができるってことですね。新横浜の駅を出てここってことですか？はい、じゃあここからも行けるであろうルートをご紹介します。はい、今新横浜駅から降りてきて、はい、でこのサークルをここに来て、うん、降りたとこです。このちょうど地下鉄の横浜駅、新横浜駅のこの部分に着きました。早速ここから入り口を見に行きましょう。おっ、ここですね。すごい駅だ。これだ。以前来た時は搬入口として使ってましたもんね。うん、それがこの大きな駅の入り口になったと。はい、じゃあ市営地下鉄の方から駅の方に行ってみましょう。ああ、これとかね、うん、こっちから行くやつなんだ。なるほどなるほど。本当だ、うん、ここで繋がるんだ地下鉄からは。うん、こういうの見るとね、これちょっと工事中とか入っていいよね。こういうの見るとね、まさにって感じだもんね。直前ならではの市営地下鉄も新しい出口ができたみたいですね。ああ、じゃああれか、さっきの自分男なんだ、階段で行きます。あ、きつい。市営地下鉄方面から来る場合はこっちが最速の、だからまあ地上からも地下からもそういうことだ。ぐるっと回ってきましたね。だから地上と地下どっちからも行けるみたいになりましたね。はい、新幹線行ってね、楽しみですね。新横浜の今でした。今でした、ね、横浜アリーナも近くなるから、相鉄から気軽にライブに行けます。成人式の人もいいと思いますよ。成人式行けます。そうですね。